久保さん、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 近いっすね、近いっすね、久保さん。いやー、まさかね、こんな重い動画が来るとは思わなかったですよ、久保さん。ね、久保さん。まあ、涼しいっすね、ここね。涼しいですよ、久保さん。まあ、人生っていうのは儚いもんで、いつ死ぬかわかんないし。今日僕は生きてますけど、今日こうやって動画回してるけど、今日のこの動画が最後になるかもしれないですからね、久保さんね。ちゃん と記録しとかないと。まあ、記録から記憶、あ、記憶から記録に、記録 A にしときましょうか。記憶から記録 A と。このテクノロジーが進んでね、まあ今僕ね、記録として髪の毛まだちょっとありますけど、まああと10年後か20年後、僕の記録は上書きされて、まあ、髪の毛がない、つるっぱげで動画撮ってるかもわかんないですけど。あるね、YouTuber、僕がもうほんと7年前、もう7年前ぐらいの話ですかね。なんか田中さんっていう人いたんですよ。田中さんっていう人がね。田中さんっていう人が、YouTube をやる理由について語ってる動画がありまして、でそれを僕は見てたんですけど、YouTube ってすごいと。で、何がすごいかっていうと、自分がね、死んでも、それが残ると。まあ、アカウントがあればね。で、まあ、その、世代をこう、超えてね、時間を超えて、残せるものがあると。うん。あの時こうだったんやよね、とか、あの時あんなことしてたよね、とか、まあ、その、なんか、思い出として、思い出の一つとして、まあ、YouTube ってのはすごいよね、っていう。劣化しないし。ね、昔その、僕はちょっと昭和生まれの人間なんで、まあ、久保さんの親とかも、まあ、実家帰ったらね、あるかもしれないですけども、まあ、アルバムですよね。なんか古い写真でね、ちっちゃい頃のアルバムとかあったかもしれないですけど、それがね、動くんですよ。動く。そう。なんかこれすごいことですよね。しかもただじゃないですか。YouTube。ランニングコスト。だからまあ YouTube の使い方っていうのはもちろんそのビジネス的に言うならば集客だったりとか、まあお金稼ぐっていうところもあるんだけど、他のその側面、展開の仕方によっては、まあ思い出をね、こうの記録して残せるっていうこともあるだろうし、まあ久保さんとのこの億万長者合宿のやり取りを通して、まあこれはね、ずっと続くと思いますけど、過去の話していることだったりとか、これから話すことを通して、まあ、10年後、20年後、まあ、誰かに影響を与えて、まあ、誰かの、まあ、人生を変えるきっかけになるかもしれないですよね。だから、記憶っていうのは忘れるものですけど、記録っていうのは残るものなんですよね。だから、どれだけ人生で何かを残してきたのか。っていうのが結構これからの時代大事なことなんじゃないかなと。どんなことを記憶してきたより、どんなことを記録していくのかっていう、ここ結構ね大事だと思いますよね。少なくとも久保さんが言ってたその戦後もう76年ですか、79年かな、ちょっと忘れましたけど、まあ、敗戦してから、まあ、特攻隊の衣装も記録として残ってるわけですよ。で、その特攻隊の記録があるから、その手紙があるから、今はもう戦争がない、状態になってますけども、それでも感じれることがあると。でもあれが記録として残ってなかったら、多分僕たちっていうのは何も学べなかっただろうし、歴史も記録があるからこそそこから何か学べることがあるし、だから、YouTube っていうのがなかった時代からも、やっぱ記録っていうのはね、まあ今に